麻雀ウォッチチャンネルをご覧の皆様こんにちは、麻雀ウォッチ編集長の川下です。何でしょう、匿名委員の福地です。今日は麻雀 AI ナーガというものが、はい、まあ、突然こう、はい、現れたわけですよ。そうですね、それについて、はい、ぜひちょっとお話を伺いたいと思い、はい、こちら株式会社ドワンゴさんにお邪魔しました、はい、で私ちょっと AI についてあまり詳しくないので、はい、まあ、なんと AI の本を書かれる予定があるということで、はいはい、解説員として福地さんにお越しいただきました、はいはい、本日はどうもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあ早速いきましょう。はい、はい、それではですね、早速開発に携わっていただいている、小田切さんにお越しいただきまして、お話伺いたいと思います。本日はよろしくお願いします。まあ、そもそもこちらドワンゴメディアビレッジという組織で開発されているということなんですけれども、はい、どういった組織でいらっしゃいますか。そうですね、ドワンゴメディアビレッジは機械学習という技術を中心にその研究開発とサービス応用っていうのを広く担っている部署になります。具体的にはニコニコのサービスですと、レコメンデーションエンジンだったりとか、あるいはそのニコニコのコメントの解析エンジンっていうようなものを作っていたり、あとはそうですね、イラストの認識だったりとか、あとはまあ、ゲーム AI も含めてギャンブル、まあ、マンバっていう競馬の AI を作ったりとか、まあ、かなり幅広くいろんなジャンルについて機械学習を適用するということをやってたりしています。今回はその麻雀 AI ナーガというですね、はい、ものが、まあ、突然ですかね、発表されたのが、はい、僕は知らなかったんで、はい、びっくりしましたけど、私もちょっとびっくりして、で、まあ、福士さんがちょうどブログで紹介されて、はい、まあ、気づいたんですけど、ツイッター貼っただけなんですけど僕は。で、それで、しかもそれを開発しているのがドワンゴさん、はい、まあ、今までいろんな麻雀 AI ありましたけど、割と個人の方がやってたりっていうところが、はい、大企業企業研究来た。そう、我々ね、麻雀関係者としてはちょっとざわっとするような出来事なんですけれども、はい、まあ、そもそもなんでその開発されるようとしたんですか。そうですね、ゲーム AI で、2人で対局する将棋だとか囲碁のようなゲームのタイプというのは、まあ、アルファゼロが、まあ、かなり汎用的にこうすればもうかなり人間を超えられるっていう風なアプローチを示してしまったというところもあり、そのアプローチだけではまだ人間を超えていないジャンルがあると思っていて、それが、多人数不確定不完全情報ゲーム、つまり2人じゃなくて3人以上で、かつ不完全情報、ある人は知ってるけれどもある人は知らない情報がある状態のゲーム、かつ確率的な要素も含む、つまり麻雀だと次の積む牌が何かって分かる、まあ、確率的に決まると言っていいと思うんで、まあ、そういうようなものが複合的に複雑度というか問題の難しさを挙げているので、そういうふうなゲームというのは、まあ、ボードゲームではよく一般的な設定ですけれども、まだ解けていない問題なのでそこを解きたいと思ったと。あとは、世の中に今後まあ、いわゆる AI を適用していくといった際に、世の中のほとんどの事象っていうのは、不完全情報だったりとか多人数だったりとか、まあ、不確定な情報をもとに、まあ、何らかの意思決定をしなきゃいけないっていうシチュエーションがほとんどだと思うんですね。なので、そういった状況設定に対応できるための研究という意味で意義があることだと思って、多人数不確定不完全情報ゲームというのを題材に選びました。まあ、麻雀 AI、まあ、先ほどその、はい、不確定不完全情報ゲームです、はいはい、と言われてますけど、まあ、どういうところが、まあ、難しいんですかね、例えば将棋とかと比べて。そうですね、基本的には、将棋や囲碁の場合だと、ゲームの局面っていうのを探索することができるわけですね。これを打ったらこのあり得る次の手はこれでっていうのの木を、まあ、木はどんどんその次の手次の手ってやるとどんどん枝葉広がっていっちゃうんですけれども、はいはい、その中でも不完全情報ゲームになると、まず手牌、麻雀だと相手の手牌って、まあ、ものすごくまあ、10牌以上あるわけじゃないですか。でそれの組み合わせのパターンっていうのだけでまず現局面として想定されるパターンっていうのがすごい無数にあると。でさらにその数巡先で何を積もるかもわからない中、
最適なものを決めるってなると、その組み合わせの爆発っていうのは将棋とか囲碁の日ではないくらい複雑な情報になりますと。しかもそれが確率的に決まるので、この状況になったら、どれくらい自分にとって損かっていうのを判断するのも確率的に出さなきゃいけないわけですよね。囲碁とか将棋だったらこの局面になったらもう何指しても絶対詰みですみたいなのもはっきりするわけなんですけれども、麻雀の場合だとそこまではっきりした局面っていうのが実はあんまりなくて、ある程度の不確実性を常にはらんでいるような局面が常に続くっていうところと、あと多人数が難しいっていうのは、これは結構シンプルなゲームでもそうなんですけれども、ゲームの多人数ゲームって大抵、ナッシュ均衡って呼ばれている、みんなが、この戦略を取れば、少なくとも誰も損はしないっていう、それぞれ最適戦略を取った場合のがあるっていうふうに考えるんですけれども、1人が、すごく下手なプレイヤーだとしたらゲームの性質が大きく変わるんですね。それはそのプレイヤーをエクスプロイト搾取するっていうことをした方が、その最適戦略を取るよりも得だということになりますと。なんで、これは結構麻雀とかで、この人下手だなっていう人がいた一人いるだけで、ゲームの性質が大きく変わるっていうのは多分プレイヤーの方だったら感じるところかなとは思うんですけれども、藤さんは得意のフィッシュ狩りヨーグルトみたいな。私自身はポーカープレイヤーで趣味で先々週も実は1週間以上フィリピンに行っててマニラに行ってポーカーしてたんですけど、ポーカーとかでもポーカーも多人数不確定不完全情報ゲームの一種なんですけれども、これも1人すごく均衡界から外れたプレイをする人がいると、その時点で、ゲームの性質が大きく変わる、なんでナッシュ均衡通りにやるっていうのが一番利益的ではないっていうところがやっぱり難しいところではあります。確かに。でその麻雀 AI を開発するにあたって、他にも麻雀 AI 名前がありますけれども、今回そのナーガという名前で、どうしてこういう名前を選ばれたんですか？なんかニューラルアーキテクチュアルゲームエージェントっていう風なのの略称ということになっているんですが、これは多分想像通り後付けで、そうなんですか。実際にドワンゴメディアビレッジ のブランドとして、ロゴがヘビなんですね。そうなんですか。でヘビにちなんだ、なんか名前ないかなというので、ナーガってヘビ、竜とかヘビ の、神様の名前だっていうところで、そのモチーフいいねっていうので、ナーガにしたんですけれども、プラスただその名前だけじゃなくてなんかそれっぽい略称ということにしようというので、このニューラルアーキテクチュアルゲームエージェントっていう後付けの理由をつけましたっていう感じです。イラストも可愛いですよね。そうですね。あれは、私もあれはドワンゴのデザイン部署に依頼して作ったものなんですけれども、もう可愛いものをぜひお願いします。可愛いながらも麻雀自体はすごいかなり、厳しい麻雀を打たれるんじゃないかなと思いますけど。なるほど。で、実際にその麻雀 AI ナーガとして、天宝で今対戦されているということなんですけれども、過去にその例えば他の爆打ちといった麻雀 AI だったり、いろいろありますけど、それも天宝で売ってますけど、なんかその麻雀 AI は天宝を選ぶなんか理由とかってあるんですか？そうですね、レベルの高いプレイヤーの方がいるっていうことと、あとはその、利用規約的にそれ実際に参加して打たせることができるっていうところですね。基本的にはボット打ちの場合は、申請は必要なんですけれども、それの正規のルートで申請が通れば、そのボット打ちができるということで、こちらからその天宝の角さんに連絡を取って、こういうこういうものを作ったので打たせてほしいというお話をさせていただいて、そこでちゃんと強いプレイヤーと打たせた上で実力を測りたいという話の流れですね。なるほど。やはりそこはそのコンピューター同士じゃなくて、人間と打つことの方がより強くなれるってことなんですか？そうですね。先ほどちょっとフィッシュ狩りの話もあったと思うんですけれども、何らかの特定 のリークがあった場合に、コンピューター同士だとそのリークつくことができないけれども、人間がそれ
認識したら多分それ徹底的についてくれると思っていて、なんで人間相手にちゃんと打たせて長期的に勝てるっていうことが、まあ、大事かなと思っています。最初に参加されたのは、はい、2018年の10月、はい、それぐらいになります。で今もう4ヶ月経って、はいはい、その初期の頃と今でどれぐらい強くなったとかって分かるんですか？今投入しているのが必ずしも最強のモデルというわけでもなくて、あ、まあ、今試したいモデルを天保で打たせているんですが、まあ、天保を本当に投入した直後とかずっと五段でくすぶってた時期とかもあったので、まあ、その頃よりは間違いなく今は強いですね。あ、まあ、今はおそらく、まあ、今七段ですけど、七段はまあそれなりに安定するかなと。今その宝卓で打てないので、はい、まあ、八段以上で安定するってなると、まあ、まあ特上卓で安定八段取れたら多分宝卓ではもう、うん、の八段より絶対強いかなと思うので、うん、特上卓の八段九段あたりのそのポイント分布がすごくえげつないので確かに、なのでまあさすがに、うん、安定8とかは厳しいかなとはちょっと思ってはいます。なるほど。まあ、現状その宝卓 の、 公開されているパイプというのを学習のベースにしているんですけれども、それもそのポイントの傾斜次第で本来は打ち方変わらなきゃいけないいいはずで、なんで、特上の、10段とか9段での、ポイント配分での適切な打配とは必ずしも一致しないはずだと思っていて、なんで、まあ、そこも含めてちょっと現状の学習方法だとまだ、うん、そこまではいけないかなというふうに思っています。なんでもう一段ちょっと新しい手法が必要かなと思っていて、それはそれで取り組んでいきます。まあ、ちなみにその天保がそのポイント配分の話ありましたけど、ちょっと特殊なルールなんですけど、そこで強くなることは他のルールでも強くなることにつながるんですか？できれば、どんなポイント配分だろうとできるようにしたいかなと思っています。それはなんかバージョン違いでこうやるとかそういう感じなんですか？現状とはそもそもその宝卓の人がこのシチュエーションだったらこう打つっていうのを素直に学習しちゃってるので、それ以外のポイント配分だとおそらくうまく打ててないはずだと思っていて、なんで、まあ、基本ラインとしてはこれが打たれそうなんだけれども、シミュレーションしてみた結果、これを打つ時には、終局時のポイントが期待ポイントが何ポイントあるっていうその何が打たれそうかっていう、まあ、これポリシーベースって言うんですけれども、それでやるよりも、バリューベース、これを打つことの価値はどれくらいかっていうのをベースに打つように、まあ、今後変えていけたらどんなルールにも基本的には対応できるはずだと思っています。やっぱりその麻雀映画出てきた時に思うのは、しかもドワンゴさんなんで、はい、麻雀電王戦っていうのがちょっとまあパッとやっぱ思いついちゃうんですけど、ドワンゴさんとしてはなんかそういうことを考えたことってあるんですか？はい、何らかのイベントにするというのは、まあ、考えています。ただその時に、まあ、麻雀電王戦というブランドを使うかどうかについてはちょっと何ともです。はい、なるほど。まあ、麻雀ルールっていろいろある中で、まあ、なんかその統一化されてないじゃないですか。で多分その麻雀ルールはこうだよって多分ナーガにも教えてると思うんですけど、はい、ここがもう、まあ、ルールにそこについては麻雀ルールを教えてないです。あ、え、そうなんですか？はい、はい、そもそも役の概念すら教えてないです。へえ、はい、すごい。ナーガは役知らないんですけれども、こういう局面はこれを切るっていう風なのだけをひたすら学習した結果、はい、ちゃんと手作りをしてくれるっていう。はあ、じゃあそうかそうか。じゃあなんか結果的にこう上がってるけど、じゃあ何の役上がったかっていうのはまあ後付けでこう計算してるみたいな。まあ、計算っていうか、まあ何パーセントみたいな。あ、はい、役分何でしょうね、点数予測に関しては、はい、まあ、シミュレーションをしているのと、あとはそのニューラルネットワークで学習するパターンと、まあ、両方やってますけれども、そっちはまあそうですね、自配と1種類の数配しかないから、これは多分本一の役が両半つくんだろうとかっていうのは後付けで何でしょうね、掴んでいきます。本一っていう役を事前に教えたわけではないですっていう。じゃあそれをこう学習していったということですか？
そうです。逆は今の時点でも分かってないと思います。役っていう概念を持ってるわけではないです。まあ、何をもって役という概念を持ってるかってはちょっとあれですけど、でその形になった時にまあ得するよみたいなことは分かってるっていうことですか。点数上がれる状態に、今はそのバリュー、まあ、価値ベースじゃなくてポリシーベース、何が打たれそうかっていうことしか学習してないので、はいはいはい、この手配でこれを積もった時に何を切るべきかっていうところしか学習してないんで、その際にはこの手配だったらこれが切られそうですっていうことを、はい、あのひたすらその何でしょうね、あの13枚ある対面と、はいはい、あのその実際に切った灰、はい、っていうののペアをひたすら学習してるだけで、まあ、うん、例えば123123124ってあった時に、はい、あのあこれは4を切った方がいいっていうのは、はい、3色っていう概念を教えられたからじゃなくて、まあ、実際にこういう形だったら4は切られることが多いな、じゃあ多分これを切るんだろうっていうふうにしかやってなくて、3色っていう概念を必ずしも持ってるわけではないです。そうなんですね。じゃあまだまだなんていうんですかね、その開発段階としてはまだ初期段階ってイメージなんですかね。そうですね、将来的にはもう少し先があるものだと思っています。実際にその、極端に言えば、麻雀のルールをガラッと変えても打てるような形にしたいなと思っていて、つまり、まあ、今だったら赤のありなしだとか、はいはい、あのカンフラーありなしだとか、うん、まあ、いろんなルールのパターンありますけど、うん、まあ、そもそも、リャンペイコー安いからあの今の3半じゃなくて右半ぐらいにしようって言ったのでも、うん、ちゃんと対応できるようなものに最終的にはしたいなとは思ってますけど、うん、まあ、ただ今その段階には至ってないっていう、なんでまだ伸びる余地はいっぱいあるかなと思ってます。じゃあちょっとその予測の部分をちょっと聞きたいなと思ってまして、例えば競馬予測 AI というのも開発されてたり、あとスプラトゥーンというゲームの勝敗予測とか戦略分析っていうのもされてるということなんですけれども、じゃあ麻雀でも例えばそのパイフを読むことで勝敗予測とかそういったことができるんでしょうか。あ、そうですね、そうですね、あのなんかは、現状のこの、まあ、入力特徴、あの局面の情報を入れた際に、この局は、まあ、終局時どうなるっていうのは予測できるようになっていて、つまり、終わった時の、まあ、順位がどう変わる確率がどれくらいあるかっていう、まあ、自分がこの、この局終わった時に1位になっている確率がどれくらいあるみたいなのを予測することができて、まあ、それって、まあ、ある種評価値みたいなものだと言えるかなと思っていて、なんで、まあ、やることとしてはそのスプラトゥーン の, その、まあ、どっちが勝つかの予想っていうのと、まあ、近いものとしてできます、はい。まあ、例えば M リーグとかのパイフをこう長々に読み込ませると、はい、じゃあこのハイパイをもらった時点で誰が上がりそうかとか、はい、このハンちゃん誰が勝ちそうかっていうのも分かるように。あ、そうですね、それは、はい、ある程度出すことはできます。ただあのリアルマージャンでそれをやるのが難しいっていうのは、はい、まずパイフを入力するのが大変っていうところですね。なるほど。打牌1回1回だったら、はい、まあ、その都度ポチポチポチってやればいいんですけども、はい、一番最初全員にあのハイパイ配られたのを一斉にバーッと入力するのが、はい、多分実際には大変かなと思っていて、はい、じゃあ後からその取ったものを検証する分にはなんかできそうな、それはできると思います。なるほど、すごいですね。それから何なの目標ってどんな感じになりますかね。そうですね、あのなんか自体は、まあ、麻雀 AI として作っているので、まず麻雀っていう、分野に関して、まあ、それなりに強いよっていう結果を出すっていうことと、あとそこから、まあ、不完全不確定情報ゲームにおけるその、まあ、強くなる方法を、まあ、定式化して、手法を確立させる。でこれをまあ、アカデミック方面で、まあ、学会に出すっていうのも一つあるんですけれども、目標としてはあるんですけれども、それ実際に、麻雀界の方でいい形で使ってもらえるような企画だったりとか、まあ、サービス応用っていうのをやっていきたいなと思っています。やっぱりその麻雀で、まあ、
まあ、何キル問題とかも含めて、うん、まあ、人間同士が結構いやここはこういう理由でこれ危なそうだからこれ切れないよねとかっていう風な抽象的に話しているところをある程度定量的な観点でまあ、これはこの局面で相手がテンパしている確率は何パーセントくらいあるから、まあ、20% しかないから、この牌は、まあ、当たり牌の可能性はそれなりにあるけれどもこれは切った方が得だよみたいな定量的な判断で麻雀の戦略っていうのを語れるようになるっていうのは麻雀界にとっても得なことかなと思っていますので、そういう意味でまあ、ゲームに新しい視点をもたらすっていうところで貢献できていけたらなと思っています。というわけで本日はですね、ワンコメディアビレッジの小田切さんに、はい、話伺いました。ありがとうございました。ありがとうございます。福士さんはこのお話聞いて、うん、ご自分の本に活かせそうですか？そうですね。うん、まあ、聞いたままそのまま書いていくみたいな感じなんですよ。じゃあこれもね、ぜひ皆さん、ね、結構小田切さんの観点がなんていうかめちゃくちゃゲーム理論的な観点が多くて、それがなるほどそう見るのかっていうのがそもそも勉強になりましたね。ああ、まあ、小田切さんはそのかなりいろんなゲームに精通されてらっしゃるということで、まあでも大体 ポーカーと日本ランキング100位ですよ、ポーカー。やばいっすよ。100位、鬼ですよ、鬼。すごいですね。あとマージャンのフリージャンソーとかいるんですよ、そこら辺。あ、そうなんですか。出没してるらしいんですよ。あ、そうなんですね。へえ。でもお話聞いてるだけですごくワクワクする話で、はい、いやもう本当にしかもドワングさんというね、大企業がと、はい、いうことだったので、はい、ちょっと今後が本当に楽しみということで、はい、ぜひぜひ皆さんもツイッターで常に更新情報がされてますので、はい、ぜひご覧いただければと思います。はい、長野今後の活躍にぜひご注目ください。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。